こんにちは、あやチャンネルのマミーです。この中に何匹入っているでしょうか。はーい、ダイヤくんがちょっと前にいるので見にくいんですが、アクア、ジュエル、そしてナイトです。団子状態になっております。人気の鹿の、元ぬいぐるみの取り合いですね。まあいつものように、ジュエルはアクアの背中狙い、そしてナイト君はそのジュエルに乗っかりたい、電車ごっこをしたいんですね。ダイヤ君は、アクアの、お気に入りの鹿の元ぬいぐるみが欲しいみたいで取り合いですね。噛みやすいんだよね、中にね、もう綿がないとね。ジュエルは本当に背中が好きね。もうね、さっきからね、こんな感じでね、ずーっとね、遊んでるんですよ。二人で仲良く噛み噛みしてるの？取られちゃったね、ダイヤくんね。もうこんな状態、何してるか分かんないよね。アクア、みんながアクアにまとわりついてるからぬいぐるみが取れない。さあ、アクア取った取った、ぬいぐるみ取った取った。さあ、この中逃げてったよ。ジュエルはやっぱりぴったりくっつくね、アクアにね。どうしてもアクアの背中がいいね、ジュエルさんはね。アクアは迷惑そう。またまたさっきと同じ、シチュエーションになりましたね。入り口にダイヤくん、そして中にアクア、ジュエル、ナイトです。仲良しだね、あんたたちは本当に。ヨーキーズがね、こんな感じでね、こう団子になってる頃、ノエルはこんな感じです。はい、ノエル兄さんはこんな感じで、休憩してますね。眠いね、朝は今日早かったもんね。今日はね、うちの息子が5時半に家出てったのかな、学校行くのに。なのでね、朝早くに起こされちゃったんだよね。あらね、だからちょっと眠いんだよね、ノエル兄さんはね。ねんねしてていいよ、もうほら目が、もう、眠いの。いいよ、目つぶっていいよ、ノエル。大丈夫よ。目つぶっていいからね。うん、いいよいいよ。寝寝して。おやすみ。グッナーイ。お、そうしてるうちにダイヤくん取ったんだ。アクアから取ったんだ。よかったね。噛み。鹿のぬいぐるみ、元ぬいぐるみね。お、アクアが来たぞ。アクアはもういいのかな。お、みんな外行き始めたね。喉乾いたんだね。お家の中にもお水あるのに。今日も天気でいいね。
んびりだね、あんたたちね。もうみんなまた葉っぱを探しに行った？さあ、やっぱりぴったりジュエルさん、アクアの背中にくっついております。そしてアクアは嫌がっております。アクアの背中美味しいのかな、なんか味がついてる。ね、最近はね、朝晩はね、ずいぶん秋らしくなってきましたよ。私もね、お散歩でね、そこまで汗をかかなくなりました。これぐらいの季節が一番いいかな。蚊もいないし、まあ少しいるけど汗だくならないし、子供たちもね、暑すぎて外に出れないってこともないしね。あやチャンネルは元保護犬たちとの日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。Thank you for watching. See you again. Bye.